小公共曲二丁丁作品14は、三栗明義が1934年に作曲した、ピアノ付け管弦楽のための作品。同年の第3回音楽コンクールで2位、入選。1936年3月6日には、ルネバトンによってパリで全曲初演が行われ、ベルリン、バルセロナ当初として演奏されるようになった。1939年には、 ワインガルトナー醤油と入生を果たしている。アレクサンドル・チェレプニンが編纂した楽譜集、チェレプニンコレクションの一つに選ばれている。古典商工協曲という名称が一般的だが、流言者音楽事務所から出版された楽譜には商工協曲と印刷されているため、商工協曲と記載する。フルートに、コールアングレ1、A カクラリネットに、ファゴットに、F 管ホルに、 ティーカントランペット2、ティンパニー1、トライアングル1、ピアノ、弦楽5部演奏時間は、約20分。以下の4つの楽章からなる。アレグロ、プレストレジャーシモアリア、カンタービレサラバンダーラギアッポネセ、グレイツヨサーマンテ、ポコアニマーフ風が、アレグロマノントロッポ。ありがとうございます。